どうもこんにちは、ナムです。今日もランクも100位以内目指してやっていきたいと思います。で、今日使っていくパーティーはこちら、前シーズン最終21位の方のスケショコライト使ってやっていきたいと思います。はい。で、こちらのパーティーですね、まあ一応ね、スケショコライドもちょっと気になる部分あるんですけど、何よりこのご時世にバンギラスとドリューズを使っているっていう、それがすげえ気になって、しかも来月のルールから伝説使えなくなれば、この2体の組み合わせ結構強いんじゃないかなということで、この2体の、まあ、使用感というか、のも確認しながら、そして、焼けっぱちを採用したコライドがどれくらい強いのか、そこら辺についてね、やっていきたいと思います。はい。まあ、軽く裏で使ったところね、結構難しいんですけど、まあ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 、今日ものんびりやっていきたいと思います。はい。よかったら、ライブいいねの方もお願いいたします。さあ。いやー、けどね、いや、結構使いにくいっちゃ使いにくいんだよな、このパーティー。うん。基本選出がね、ある程度決まってるんですけど、にしても難しいような気がします。はい。あ、てっちゃん、お疲れっす。そして、ハートミー、ありがとうございます。さあ、1試合目ですね。ゴドネさん対戦の方、お願いいたします。さあ、ザシアン。で、このパーティーが、まあ、主にコライドンと、上の2体を出す。もしくは、その、砂がうまくね、刺さらない場合であれば、まあ、他のポケモンを使うと。コライドンとハバカミとガチグマとか。で、一応このガポンがあの、挑発持ってるんで、あの、トリックルームとかそういうやつ用らしいっす。はい。まあ、それ以外でもね、普通に多分、仕事はするのかなと思いますけど。主なそんな感じで、で、カバルドンいると、ちょっときついらしいんですよね。なんですけど、とりあえず、これ初手コライドン投げて、一応、こいつがね、焼けっぱちあるので、どれくらい刺さるかなんですよね。こいつ結局前のターンに攻撃できなかったら威力が2倍って技なんで、まあ、実質威力150の炎技打てる可能性あるんですけど、そのためにはスケールショットを外す、もしくは相手がいきなりフェアリーテラスで、透かすみたいなことしないと火力上がんないんですよね。けど、それでもやっぱり通常で打っても威力75あるんで、まあ、2等チャージよりかは、火力出るよみたいな感じらしいんですけど、まあ、一応これガチクマとか入れていいと思うんだよな。てか素直な、このパーティーで行くか。うん、これで行きます。はい。ジダンダもそうだっけか、威力2倍のやつだっけか。いや、多分そうっす。これ PC 通して、あ、そうですね、 PC に配信するよっていうか、スイッチの画面を映すような機械を繋いでみたいな。スイッチとパソコンの間にまた別の機械繋いでる感じです。はい。さあ、パーモットスタート？絶対こいつ33系男子じゃない？違う？今日さ、パーモットってさ、スケショで落ちるよな、さすがに。さすがにすげえ、待って、これ、え？いや、待って、俺は勝手にもうほっぺすいすいだと思ってるんですけど、これ初手に投げてくるってことは。けど、アタッカーの場合、こいつ持ってる技が電光衝撃、マッハパンチ、まあ、こっちの打点、まあ変な手幅なければ多分冷凍パンチだと思うんですよ。ってなれば、まあ、一回様子見で身代わりっていうのはありだと思うんですよね。いや、アジだよな。ほっぺすいすいだったらね、でかいからね。まあ、交代してくる分にも全然いいし。さあ、どうだ。さあ、いや、相手、まあ、電気技もね、半減だから、相手多分、普通に行けば、その、あ、だよね、オッケー。そんなに、いい、対面じゃない。誰来る？カバッカーカバッカー、まあ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 。これは、まあ、素直に殴っていいね。相手結局、ここで吹き飛ばさなかったらやることないので、まあ、地震で割ってくるってことあるけど、まあ、とはいえだと思うんで。じゃあ、とりあえず、スケショで。さあ、まあ、地震でも、まあ、地震、いや、でも地震で割ってくるか。全然入んねえな。さあ、どうだ？何来るかな？まあ、一応ね、これ、ビルドアップ詰めば、身代わり割れないぐらいの、ね、耐久にはなるらしいんですけど、まあ、地震、まあ、ここに地震だったらビルドアップが良かったなって話になるけど。
やば、とりあえずっすね。てことはもう一回これ。あ、今日ダメか。スケショーって言うから、一段階下がっちゃってるから。結局っすね。って考えたら、多分、こいつがいることによって、多分相手の、パーモットは結構涙目なんで。ってなれば、取っとく価値はあるんですよね。で、一応ガチグマが炎テンスあるんで、ザシアンと普通に殴り合うことはできるんですよ。さすがに飛行テンスザシアンいないから、第一真空波とかなんだかんだしてれば結構倒せると思うんですよね。テラス読みブラッドムーンでもいいし。まあ、とりあえずここガチグマ投げるか。さあ、相手が何してくるか。いや、多分、いや、もう一点自信かな。あくび来たらキモいけどね。あー、オッケーオッケーオッケー。あ、ちょうどいいっすね、これは。これはとりあえず、ブラムで飛ばして、だね。ここでもしザシアンに引いてくれる分には問題ないので、ブラムで飛ばして。けど、多分ね、いやー、けど多分相手、いや、相手これけど、パーモットに引いたらマッハパンチ、あ、けどマッハパンチの火力がえぐいか。マッハパンチしかできないんだよな、相手。いや、まあ、タイプ1の先生技食らうのちょっと痛いか。あ、けど砂込みで死ぬか。パーモットここへ出てきても。あ、オッケー。あ、切ってくれるのはでかいっすね。で、なれば多分、次パーモット出てきて、なんだかんだだと思うんですけど、ここでもしザシアン来るんだったら、もう炎手つがっつり切って、多分殴ってみる。さあ、誰から来る？いや、ザシアン、やけど、ああ、パーモット、ここじゃないともう仕事できないのか。いやー、どうしよう。いや、クラスタル、どこで切るか問題はある。マジで。いや、けど、あい、手はなぁ。いや、今日ここで切っちゃったらダメだから、いいや。ここはもう。あ、今日、待てよ。格闘技が食うのであれば、ここ、紙バッグでいいもん。さすがにこれに電気技打つような機構には走んないと思うから、あ、違うわ、コライドンでいい、こいつで、これで比例上転して、もしここで相手が再起の祈りしてくる分には問題ないんで、とりあえずっす。さあ、どうだ。さすがに格闘、ああ、オッケー。それならいいっすね。え、けど、まあ、カバウドを復活させたとって、そんなにビビることはないと思う。まあ、とりあえず相手ここ引くと思うので、交代読み、交代読み殴ってこないよな。あ、まあ、マッパン来る可能性はあるけど、その時はその時でいいや。ビルドアップです。さすがにカバルドンバックだと思うんで、なんかもしくはスケショ読みザシアンバックとかの可能性はあるんで、いや、多分カバルドンだと思うんですけど。さあ、どうだ。あ、オッケー。で、これで、さすがに突破できると思うので、あ、いや、これはキモいっすね。いや、これきついか、こうなれば。いや、相手が吹き飛ばしがないわけないと思うんで、吹き飛ばしがもしないんであれば、次ね、身代わりから入るみたいなことできるんですけど。よく身代わりから張って吹き飛ばししてもらって、これでかいか。いいよな、なんだかんだ。あ、けど別に身代わり張ってその後スケショ打ったとしても大して変わんないのか、状況が。じゃあスケショ打った方がいいわ。スケショ打ちます。
さあどうだ、もしここ雑誌屋やけ、雑誌屋マークここで来んのもキモいけどな。え、今日できるか雑誌屋バック。あ、できないよな。いや、無理だよな。これ飛ばないよな、さすがに。九州とか行かないかな、どっか。あ、無理か。九州でも無理か。あ、いや、まあ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 、しゃあない。で、何来る？ここで、いや、今日地震は来ないだろ、さすがに。ま、って、マジ？マッパン耐えないかな。無理か。いや、さすがに無理か。マッパン耐えないか。いや、マッパン耐えないかな。まあどっちにしろさ、考えても意味ねえか。あ、今日待ってよ。これでひねりなくなっちゃったら、まあいろいろめんどくさくなるから。そうっすね、ガチグマに引こう。相手は残り1体は十中八九雑誌やんだと思うけどな。疑心、いやー、あれ古代の耐えるよな、捨てろ197耐えるよ。ああ、あれ耐えなくても比例になるっけか。まあいや、とりあえずここは第一っすね。第一打って、で、相手の裏がどうせパーモットと、あ、てっちゃん、いってらっしゃい。え、どうせ多分、ザシアンとパーモットだから、これ一貫してる。で、パーモット対面ですね、問題は。いやー、パーモットがなー、絶対格闘技あるんだよな。最近の祈りと、あ、今日あってもマッパンかな。電光衝撃マッパン。パン、レイパンとかそこら辺だと思うけど、いや、まあ、とりあえず、いや、第一でいいと思うけどな、素直に。第一打ちます。さあどうだ。いや、 OK。 いやー、まあ、あるか、あるか。おっと、マジ、それは激アツすぎる。いや、まあ大して意味ないかもしんないけど、いや、意味はあるわ、意味はあるわ。で、これで砂突破して、あとはもう、なんでだよ！砂今なんで切れんだよ！待って、マッパンなきゃいいけど、いや、ないわけないか。いや、けどだって、再起の祈りとインファとマッパンか？それはないよな、さすがに。あんのかな？まあ、どっちにしろ真空破壊が入るけど。いや、なきゃいいな。頼む。あったら、いや、あるか！あるか！いや、決めえな。いやー、どうしよう。マジか。いやー、きついなーこれ。だってマッパンでこれ倒されるでしょ。で、次もうこだわっちゃってるからバレんのかよなー。まずいんだよな。いやー、どうしよう。だってここでさ、ねえ、マジフで打っちゃったら、さすがに次の相手は絶対テラスター切ってくると思うんで。かといってこれね、他の技でこだわるって言っても、だってさすがにシャドーボールだと思うんで。シャドーボールでザシアンに勝てるかって言ったら、まあ相手の裏がこれザシアンじゃないのにかけるとか、それぐらいしかないんですけど。いや、とりあえずムーンホから入るか。で、もうここハットにかますしかないんだよ。さあどうだ。いや、今日絶対ザシアンだよなこれ。いや、ザシアンじゃなきゃいいけどな。いや、ザシアンだよな。いや、そうだよな、そうだよな。さあ、誰来る。
タフクじゃない、テラスタで吸うかどうか。いや、もうそれにかけるしかないわ。してくれんのにかけて、もうメガネムーンホース。いやどうだ、いや、いや、さすがに切らないよな。木の方危ないもんな。いやどうだ、頼む頼む、お前血迷って地面テラスとかしてくれればマジでかい。やめるか、オッケー、これはしゃあない。これは、いや、これはなぁ。いやぁ、いやぁ、これはさっきの砂のタイミングが一旦ずれてたね。あれ、あそこしっかりできてないと無理だわ。あれいなかったら、だってね、テラスタの宅問題できたから。いやぁ、マジか。まあ、とりあえず、とりあえずっすね。いやー、バンギドリューズ使いたいけどね。あ、シグさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。さあ、今日はスケショコライドンです。はい。さあ、2試合目やっていきましょう。お、トリハさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。あ、いやー、まあ、ぶっちゃけマジバンギー使いたいけどね。やばいですね、地震。何それ、え、地震来てんすか今。今っていうか、あ、地震、え、地震、何、なんか預言者みたいな人がいるんですか。南海トラフ巨大地震の注意情報が出たらしい。南海トラフってどこにあるんですか。日本の周りみたいな話なんですか。で、そこの地、そっから地震がこっち来るみたいな。あっち、地震か。うちの本棚全部倒れるぞ、これ。駿河湾から、日向湾、日向湾。まあ、ちょっと、それすらどこにあるかちょっとわかんないんですけど、宮崎、あ、宮崎、あー、九州の人の方が危ない話か。いや、大変っすね。いや、なんか、どう喋っても人ごとになっちゃうんですけど、一応、東北に住んでるんで、一応、東日本大震災で、ちょっと地震の苦しさをちょっと味わってる身なんですけど、九州の方か。え、ってことは、沖縄が一番やばいんじゃない、あっちになれば。しかも、この時期間違えば台風来るんじゃない、あっち。待って、ちょっとすいません。ちょっと軽く選出します。いや、まあ、いや、多分、いや、このメンツは多分ぶっちゃけこれだと思う。この3体でいきます。はい。あ、そうなんですよ。いや、けど、なんだろうね。この間の大雨とか地震とかいろいろ災害ある中で、なんか、ニュースに最初はなるけど、期間がもう半年とか経った後に、全然ニュースなんなくなるじゃないですか。なのに、実際の現地の人たちのやつを見れば、全然復興が進んでないっていう。あれ見ればちょっとなんか、悲しくなりますよね。なんか、できることが、それこそ今の俺の力だと影響力も、金銭的にもなんもないんで、そこは、思ってるだけ何もできないのは事実なんですけど、ちょっとね、なんか他のね、外の国の外交が大事だから外に金配るっていうのはぶっちゃけ仕方ないのかなって思うけど、ちょっと日本国内のことにもちょっとね、やってほしいですよね。さ、これはとりあえず、これね、案外これが正解なんじゃないかって思ってると思ったんです。さあ、あ、そう、スナパとコライドを合わせれば、リセットがやりやすいっていう。ってなれば、普通に、さっきみたいにターン数で変になることないんですよ。今日この時の弱点は、砂前提のこのドリューズの気持ちを考えなきゃいけないっていう。それ以外に関してはね、結構いいのかなって思いますけど、いや、こいつがソウルクラッシュないんだったらね、多分これでいいと思うんですけど。そうっすね。とりあえず、ホノテラビルドしとくか。さっきね、これ、ホノテラから入ったんですけど、
そのソウルフラッシュ持ってなかったんですよ、ロン毛が。けどまあそっちの方レアだと思うんで、多分これから入った方がいい。さあ、あ、ポッポさんお疲れ様です。あ、ボムさんお疲れ様です。いやー、今日はねちょっと勝ちたいっすよ。焼けっぱちね、あ、オッケー、ソウルクラッシュですね、これ。焼けっぱちね、あれ、俺、実際、どれくらい強いか、まだちゃんとね、使ってないかわかんないんですけど、一応、その、スケショーをかわすために、いきなり来るね、フェアリーテラスとか、があった後にも火力が出るって考えれば、意外と刺さるのかなって気がします。で、これ、ソウルクラッシュしかどうせ相手攻撃技ないんで、ビルドアップもう一回詰めば、相手はこれを透かす手段が、ないね。ないんで、ビルドアップでいいや。焼けっぱちね。だから、スケショが外れるか、もしくは、透かされれば、次の焼けっぱちの火力はね、150になるんで、命中100の威力150ってなればね、結構多分出るんじゃない火力は。タケル大根抜かしたら順位爆上がりして慣れてます。まあまあまあ、使いたいけどね。アンが外した方強かったパターンですもんね。そうなれば。これスケショーで。待って。ああ、待って。これ、シンプルにノマテラハイパーモンスターなしでやめてね。フェアリーケースか。ああ、オッケーオッケーオッケー。あぶねえ、ビビったー。オッケー。けど、あ、今日ハイパーモンスター一発で耐えるか。さすがに。頼むよー。いや、硬いな。しゃあない。壁あるから結局一緒だもんな。二段階積んでも。あ、毒だとハイパーボイスないか。だったらいいですけどね。もう、最近ね、奇襲みたいな感じで、わけわかんないの増えてきたんで。いや、まあ、なければいい。なければ全然いい。あ、オッケー。これなら全然問題ないです。で、スケショでこれってことは、スケショでこれか。まず、相手のロン毛が、壁2枚と、いや、壁2枚と、あと1個技見せてないってことは、いや、多分、電磁波あると思うんすよね。ってなれば、ここでスケショー打ちたい気持ちはある。けど、神速とかいろいろ考えたら、あまりって感じはする。けど、こっちの上取れるやつがいないか、この時点で。いやー、どうしよう。いや、まあスケショー打つか、素直に。オッケー、真空波。いや、真空波でなったら、あれだったね。身代わりだったね。あ、タクさん、頑張ってください。ありがとうございます。さあ。いやー、まあ、とりあえずけど、攻撃は今2段階上がった状態なんでね。素早さ2段階。で、防御は普通。で、なれば結構いいんじゃない？いや、クマは多分、仕方なく出したと思います。はい。結局、あの状態だと、ロン毛がこっち突破できないんで、積むだけ積むみたいになっちゃうんで。さあ、ひでりなくなって、これも、いいんじゃん。待てよ、これ、倒しきれなかった場合、バンギ出して素早さアップしてドリューズで詰めに行けるから、これ素直に殴っていいっすね。で、素直に殴るのはスケショかな。相手どれ、いや、まあスケショかな。オッケー。あ、いや、硬いな、意外と、やっぱり。硬いか。いや、思ったよりか硬かった。もう少し入ってくれるかなと思ったんですけど、こんなに入んないんだったら、ビルドアップで一回積むのありだったかもしれない。もしくは、お？ドラインパンチかった。いや、これはでかい。え、ここで、踏んどくの方がマジキモかったんですけど。あ、ってなれば、次スケショウ、あ、今日待って、ドラインパンチか。ドラインパンチか。え、これさ、ドレインパンチってことはさ、バンギめっちゃ回復されんちゃう。そうだよな。
いやまあかけるか。いや急所一発ぐらい当たんないかな。これだけ回数稼いでんだったらやってもいいと思うけどな。一発ぐらい頼む頼む。いや5回当てるよせめて。あ自信あ全然大丈夫です。はい。お、え待ってこれは相手さすがに血迷ったんじゃない。これえビルドアップできるよね。これ1974で終わって獅子16の37の49。あ無理か、1足りないか。いや今日スケショで落ちるか。頼む。あいや行った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 。 OK よしよしよし。あーそうそう、東北に住んでるんで大丈夫なんですけど、あ愛知大丈夫、静岡結構言えた。あけど愛知と静岡大して変わんなくない。待って俺あれ分かんないんですけど、その県の位置とか全然俺分かんないんですけど、愛知と静岡って結構近くなかった。あれ違ったっけ。広島に住んでる、広島の方は危なかったんじゃない。大丈夫でした。たくさん結局あ九州の方ですよ。震度1なんやけど揺れたような感じでした。ああまあそのあれか、住んでる場所の地盤とかによっても多少は変わってくるのか。まあ無事なら全然いいですけど。あ大丈夫でした。よかったですよかったです。やっぱりね自然災害系はどこに請求していいのかとか、どこになんか怒りぶつけていいか分かんないと思うんで、ちょっとね何とも言えないですよね。ムカつくしショック受けるけど、なんだろう、自分で解決するしかないっていう。いやもう全然無事なら良かったです。はい。昼寝してたらスマホの音で起きた。あ、鳴ったのかあれが。あ、アラームが。いや、沖縄とかの方が多分やばそうっすよね。宮崎だったら。やっぱとりあえずとりあえずですね。ニュースになってるか ?X とかになってるか。震度6弱?あー、結構やばそうな。おー、あ、てっちゃん、いってらっしゃい。あ、スマホだったんだ。あー。あ、バイオレットさん対戦の方、お願いいたします。さ、これは、多分、上3体でいいと思う。基本的にこの3体でいいらしいんでね。で、スナパが刺さんない、この2体が刺さんないときはって話なんですけど、とりあえず、とりあえずっすね。まあ、これでまくってっすね。けど、ランドがちょっときついとは書いてあったんですけど。まあ、なんとかなんじゃない?これでいきます。月末、宮崎に家族旅行やけど、観光地壊れてる。いや、多分行かない方いいよ。さすがに、余震とかあるかもしんないから。さすがにね、その旅行を楽しみかもしれないけど、危なすぎる。さすがに。まあ、家族館行くって言ったらついてかなきゃいけないかもしんないけど。さあ、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。さすがに勝ちます。さあ、神スタートか、きめえな。きめえな。けどさ、この時ってさ、裏にこっちさ、バンギーとかいるって考えたらさ、相手打ちづらいと思うんだよな。電磁波スタートかな。とりあえず、ここは、万人に引くか。ムーホ来たとしても、まあまあまあ、その時は仕方ないぐらいでいいや。だ相手が深読みして、シャドボもしくは、電磁波とかが入ってくれる分には問題ないんで。とりあえず、とりあえず。けど、相手からしたら、この、ホノテラ二等チャージが多分一番怖いと思うんだよ。二等チャージ二発で落ちるんで、どうせ。お、引っ込めた?引っ込めた?誰?ラッシャ!ラッシャだったら突っ張りたかった!ラッシャか!ラッシャかマジか。いやーラッシャか。意外と砂ダメージ入った。
いや、ラッシャーか。吠えるか、はたいて吠えるか、吠えよ。 OK。 確かに捨て止まきたいのはあるけど、さすがにこれはまずすぎる。レギュエイチ、いや、レギュエイチ楽しみですね。その練習も兼ねてこれなんで、多分来月、バンギとかドリューズが強い可能性あると思ってるんですよ。それこそまあ、バンギと一緒の時は多分ドリューズの特性は多分砂かきかもしれないんですけど、ミミッキュが増えそうな気がするんで、そうなってくればね、型破りが結構重宝されるのかなって思ってありますけど。さあ、ここで相手引いてきそうなんだよな。引いてこないかな。まあ、引いてく読みでドリューズ引くか。まあ、引かなくてもさすがにここは、聖剣か津田だと思うんで、まあ、交代読みしたら多分、津田かアンパイだと思うんですよ。さあ、どうだ。お、テラスタル、テラスタル、アクテラか、アクテラなのか、岩技先だったか。あー、アクテラか。だけど、アクテ出しても多分アクワザは飛んできてないと思うんですよ。さあ、なんだ？あー、オッケーオッケー。つらら、ほ、強くね？あ、ハチマキだな。これはハチマキだわ。これは間違いなく、あ、パンちゃん、キックトック、ありがとうございます。いや、テンコーパーね、それこそ多分イダイトー強いですよ、多分。普通に。普通にイダイトーが結構多分タチ悪いと思うんで、あいつだよな、問題。これは、これ結構まずくね？今もうコライドンだろ。コライドンで、いや、これテラスタル切らなくていいと思うんだよな。明らかに炎を手足する顔してるから、多分相手これラッシャーか神に引いてくると思うんですよ。なので俺は身代わりします。ほら、でかい。ハチマキかな。あー、まあ、いや、このパオちゃんはハチマキです。来月からガブリアスあるね。ガブリアスはあると思う。ガブリアス、あ、まあまあまあ、けどガブ使ったらドラゴンタイプ2体入れるかって言ったらあれだと思うから、海竜入れにくいと思うんですよね。まあ、それでも海竜は強いんですけど、海竜は強いと思うんですけど、そこっすよね。さあ、スケールショットでどれくらい入るか。無理かな、きついかな。3てか、さっきから4回しか当たらないから、ちょっと今回当ててほしい。あ、ダメですね、やる気がない。4歳いないといたずら心、あ、確かに確かに確かに。身代わり？身代わり？身代わり？なぜ？え？いや、もうスケールショットでいこう。今日これで2、3発ぐらい回収されちゃうんだよな。まあ、相手あれか、左ターンからそうみたいな話か。いや、3発くらい必要か。3発で攻めると割れてるの、お前。あ、オッケーオッケー。で、いや、5発当ててほしいな。あ、TOD に持って帰るのかな。キモいっすね。お前、いつになったら5発当てんだよ、お前。いや、マジか。あ、ウェーブター、ウェーブター。これを、これを突破したの？これだって割れないでしょ。で、どうしよう。山助署でいいか。神に引きそうな気するんだよな。まあ、神に引いてきたら、炎技とかだけど、ひねりたいんからさえの結構キモいんですよ。あ、オッケーオッケー。お前、マジ倒しきれよ、これ。1。
2、やばってこれ、3、やばって、頼む頼む頼む、あと1回、よし、オッケーオッケー、よしよしよし、とりあえず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 、オッケー、でかい、これは非常にでかい。600族統一か、600族、いやまあどうなんでしょうね、ハバカミとかがいなかったら強いフェアリータイプがいるか、サザンドが活躍しないかな、無理かな、ワンチャンあると思ってるんですけど、いやけど強い水タイプが俺はあまりいないと思うんですよ、もしかすると。だってパッと出てくる、まあ偉大島ぐらいしかいないんで、まあアシレーヌとエンペルとラグラージ、そこら辺がどれくらい活躍するかによりますけど、まあそれぐらいか。どうしよっかな。まあこれも飛行手厚切ることないんで、焼けっぱちかな。焼けっぱち。キングドラ、キングドラどうだろうね。キングドラが活躍するんだったらインテリオン活躍できるんじゃない。アシレーヌ、ニーフィア、アシデカ、デカヌちゃんはワンチャンある。あいつも型破りだもんね。でないば、そっか、ミミッキュ対策としては意外と意外と良さげかもしれない。しかしどうだろうね、活躍できる可能性あるポケモンがねいっぱいいるのでかいですよね。さあこいつタスキじゃなくてよかった、タスキかなと思ってたんですけど、インテリオン無理なんだ。キングドラの、キングドラの足元に及ばないんだ。そんなに。カインジシ、カインジシは強いの？え、あいつモブキャラじゃないの？違うんだ。これは、とりあえずスケールショットかな。相手もこだわってるから、結局不意打ちじゃこだわれないから、つぶてか、普通の別技かしかないからってなれば、多分普通の技だもんね。ってなればこれ、でもスケショでいっか、スケショ、スケショで。相手不意打ちから来たぞ、相手不意打ちから来たぞ、これこれ絶対こだわってんのに、これえ、こだわってないのかな。いやこだわってるよな、さすがに。 あバレ、もうバレてないにかけるしかないの、それにかけるしかないか。だからこれで落ちる。4。OK、完璧です。いやーまあまあまあ、これは、まあこれは相手の限りでハスキだったら負けてたっすね。いやまあとりあえずっすね。まあ未来のね、相手チキって出さなかったっすね。それが案外楽だった。相手ラッシャー、あ、確かに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 。そうっすね。ラッシャーをもうちょい、え、今日どうなんだろう。食べ残し持ってたから、もしかすると眠るがなかったパターンかもしれない。だって、ラッシャーも意外とさ、入れたい技いっぱいある中で、身代わりなんか入れちゃってたら、だって身代わりあくびウェーブタックル確定だったんだよ。ってなったら、ワンウェポンのウェーブタックルかって言ったら怪しいと思うんですよね。スケショ上振れし、あ、いや、上振れはしてないんじゃない？ 4 回しか当たってなかったんで、ラストなんとか5回当たってくらいだから、いや、相手の身代わりがちょっとわけわかんなかった。あ、スケショって 50% なの？ 4 回当たるか5回当たるか。あ、そうなんだ。へぇさあ、ファイさん対戦の方、お願いいたします。これはどうしよう。無限ダイナはけど多分どうだ。ちょっとこれによれば、無限ダイナはまあ基本的にはバンギとドリューズでいいらしいので、コライドンかな。
トライドンスターとドリューズバンギーとかじゃない？けど積みすぎた時メタモンドコピーされるのキモい。いやけどいいや、これでいこう、これでいきます。今日のご飯はデパ地下の半額弁当。うわ、いいじゃないですか。ん？ああ、そこ。今日の俺のご飯は目玉焼きと納豆と味噌汁でした。はい、朝食ご飯です、今日は。さあ、あー、これ半額けど、半額で500円ってことは1000円の弁当って結構立派な弁当じゃない？あ、今日デパ地下ってちょっと高いのか。さあ、相手ここ、あ、初手出たもんはでかいっすね。結局相手、イカサマダイス持ってないんで、とりあえずなんとかなる。そう。どうしようかな。まあ、炎寺三河にとかでいいと思うけどな、ぶっちゃけ。いや、殴り合うのは、相手結構ここできついと思うんだよな。きつくないかな。もう自力でスケショー当てに来るのかな。自力でスケショー当てに来るのであれば、この、いやけど、どう考えてもこっち、テラスター打ちそうじゃない？この技構成見た瞬間。ってなれば、引くと思うんすよね、俺は。なので、ビルドアップです。引きません！待って、はぁ？お前、止まれ！いや、待って！お前、こっちでラスター来てたら、お前、終わってたぞ、こいつ。突っ込んでくんの？まあ、この手舐めてもは分かりますよ。それは分かるんですけど、別に、テラスターこいつ何でもいいけど、今だってこっちさ、テラスター来てたら、マジこいつ終わってたからね。10% にかけるか素直に引くか。素直に引くのが安牌なんだよな。いや、切ろ。こだわってねえのかよ。なんでお前2分1で勝ってんだよ、じゃあ。いや、マジ？いや、こだわってねえのか、こいつ。2分1かよ。いや、けど、スケショとかだったら、これ、バンギーが相手何もできなくなるから、格闘技ないから。スカーフかと思った。いや、まあ、スカーフじゃないのは、いるのは、もう、全然、それはそれでいいんですけど、初手の2分1、いや、2分1か。あそこ勝ったらね、もうちょい、話変わったんで、あれなんですけど。とりあえず捨てろかな。相手これ、突っ張るのはさすがに割に合わないと思うから、多分、裏にいるであろう。これは、むしろチャンスではないか。厄介だな。いや、まあ吠えるか、吠えよ。あー、スケショか。吠え。てか、お前、当てすぎだって、お前。オッケー、いや、まあ3回の甘い、ユース。まあ、まだ許せる。え、けどさ、これ案外結託に結構入りそうだったよね。防御今1段階下がってるから。あ、けど次がきついか。さあ、ポットです。ポットです。ポットですか。まあ、とりあえずこいつは、叩いていいもん。あ、力吸い取る。これは叩いて、どうせ持ち物なんだこいつ。食べ残しとかか。強っ！絶対吸収でしょこれ。あ、だよね。ありがとうございます。
あ、封じ込められちゃった。いや、まあ、とり、いや、これはでかくて、今だってさ、だってこいつさ、白いハブで。こいつ今は攻撃1段階下がってるからさ、相手メタモンから出したくはないじゃん。あ、直すか。これ勝ちじゃない？待って。あとは、砂ターンがどうか問題。砂ターンがあと5ターンね、5ターン。あ、ってことはこれもう切っていいや。切ってよくって、一番嫌なのが、積まれるのが一番キモい。ただ、吠えよ、もう。どうせ積まれても負けてるしね。で、ドリューズが草手だなんで、さすがにラオスにパーティーがバレてなかったら問題ないと思う。さあ、相手テラスト打ってきた。多分水手なんでしょ、どうせ。どうせ。オーケーオーケーオーケー。ってなれば、砂かきがあるんで、スマイス勝ってると思うんですよ。で、草。悪事？悪事？待って、お前、鉢巻き悪事とか言い、やだよ。待って。いや、多分、ここを悪事で食うってことは、鉢巻きなんですよ。あ、じゃあ、鉢巻きか、スカーフなんですよ。で、こっちにドリューズが言うっていうのもバレてるんですよ。だから、もうこれなんですけど、まあ、こっちのタクトシはもうこれしかないんで、あれ。けど、相手のメタモンが、だけど、ここで剣舞積んでも結局、相手のメタモンと同速勝負になるのか。だったらもうこれ、ね、潔く殴った方がいいもんな。どれくらい入るかな。結局ね、このドリューズエースぶっぱなんで耐久あまりないと思うんですよ。いやー、きついなーけど。いやだよね、アクチャラーモンね。でこれが4分の1ぐらい入んじゃない。いやだよね、入るよな。マジかー。こっからだね。あとは2分1勝負。まあこっちの最大打点が自信があるんで、相手のドリューズに対して、まあ一応弱点つける。で、もしかすると、あっちがこっちのコピーするから、アイヘッカ自信しかないんで、間違えば一回ぐらい耐える可能性はあるんですよ。で、自信は打てないから、あとはアイヘでひるまないっていう。アイヘでひるまなければ勝ち。だと思う。多分一回ぐらいは耐えてくれると思う。うん。だと思っている。頼むよ。てか先に動いて。オッケー、よし、頼む、飛ばせ飛ばせ、よし、最高です、最高です。お、スッキーさん、ハートミー、ありがとうございます。さあ、とりあえず、とりあえずっすね。あ、ポッポさん、ライブいいね、ありがとうございます。いいねが変わってる、いいねが変わってる、へえ。ちょっとこっちではわかんないんですけど、あ、スイカゲーム、あ、今なんかイベントやってんのかな。あ、てか今日ね、YouTube も視聴回数見れなくなりましたよね。あ、レナさん、フォロー、ありがとうございます。なんか今日、え、俺だけかな？どうなんだろう？あ、たくさんライブシェアありがとうございます。最高です。昼見動画用展開待ってた。いやいや、俺は勝てればいいっす。勝てればいいっす。運負けして、嫌だから、それをちょっと消化するために動画にしてるだけなんで、絶対にそれは勝ちたいです。普通に。さあ、ヨルミンさん対戦の方、お願いいたします。さあ、ほう、ほう、ほうってこのパーティーどうすんの？ほう、もうスナパーでいい。ほうほうほう。まあ、多分これもコライドンから出して、身代わりあるから、グライオンも釣れる。で、多分、ベトベトンはあいつバトレックス用だから出てこない。で、幅紙用で一応特殊受けとして多分、いや、けど、わざわざラッキーがこっちにそんな刺さってない。いや、けど、まあ多分これでいけると思うので、これでいきます。はい。スイカゲームの仕様になってんだ。へぇー。全く見えねえわ。受ける対策を、毎晩考えてる。今日この頃。
まあね、やけど今月の受けループと来月は全然違うんで、あ、今月使うんだ。黒い眼差し読んじゃない。今月の話だったんだ。違うんじゃん。あ、まあ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 。あいつな、来ればキモいもんな。あ、頑張ってください。ありがとうございます。さあ、これはですね、さすがに声援から入ってこないと思うんで、さすがにだってこれ炎を手厚して起点にされたら相手もまずいと思うんだよ。さすがに。なので、これは身代わりから入ります。まあ一応ね。いや、さすがに、まあブレイブバンドっていうパターンもあるけど。どうだ？いや、まあ突っ張ってきてもおかしくないか。けど相手きついと思うんだよな。さすがに裏にラッシャー誰かはいると、ラッシャーとかいなかったら引けないけど、ラッシャーいると思うんだよな。こっちのパーティーラッシャー結構刺さってんじゃない。まあ様子見身代わりできんのはでかいけど、このコライドンが回復手段ないんですよね、ドレインパンチとかで。だから HP を、あー、オッケーオッケー、テラスター来てくるのでかいっす。さあどうだ。あー、フェアリーテラスか、オッケー。ってなれば、ってなればどうしよう。裏にラッシャーがいないのであれば炎テラス切っていいんですよ。裏にラッシャーいた時がちょっとめんどくさいかなと思ったんで切りたくなかったんですけど。うわ、でかすぎる。お前、お前かっこいいね。お前かっこいいわ、最高だわ。いや待って、ラッシャー絶対いるじゃん。待って、いる、いるかな。ユアリアじゃあ切らないよ。じゃあ切らないよ。切っちゃったじゃん。いやだってさ、考えてみて、ラッシャーいるならさ、ラッシャーに引いてよくない、勝負。だってさっきの方の、あの声援の方危なくない、普通に。普通にまずいんだな、これは。マジか。だってさ、これさ、もうコライドンでさ、ラッシャーを倒さなきゃいけなくなっちゃったんですよ。いや、マジ？いや、なんかこのタイミングに控えたのキモいな。相手のウェブタグで耐えないかな。まあ、当てて半減祭というかいいか。左アドーチはそんな気にしなくていいか。いやー、こいつは5つ目なら全然いい。食べ残しはちょっとすごいな。テラス切ってコライドの技一回り。あー。まあまあまあ。逆にこのラッシャーを倒せればこっちの勝ちなんで。ウェーブ打った。いや、これ身代わりバレなきゃいいな。どうだ？頼む。あー、まあまあまあ。いや、割れるか。割れるか。仕方ないとしよう。切ったもんは仕方ない。食べ残しか。いや、キモいな。スケショ、スケショ。いや、で多分、いや、ここ逆にウェブ滝通し、ここであくびとか眠るとかくればガチ。あ、眠るまだ許せそうだな、このダメージも。おー、いいの。さあ何くる。あー、オッケーオッケー。お、これは勝ちじゃん。だってこれさ、え、これさ、さすがにさ、焼けっぽちで落ちるよね。あ、そのための焼けっぽちか。これ仮にフォーバック来たとしても、焼けっぽちの火力でいけるっていう。2倍になるから。ああ、でかいっすね。まあ、とりあえず、スケショで、次もスケショだな、さすがにけど、焼けパチ2倍とはいえ。うん。スケショがこれで多分ちょっと弱くなっちゃうんでね。あれなんすけど。あ、でしょ、さすがに引っ込める。で、鳳凰が出てくる。けどここで焼けっぱち打ちたいもんな。まあビルドアップを一回積んでる分、
多分地震で買えそうな気がするんですけどね。とりあえず焼けっぱちでいきます。あれだけ削れてれば多分他のポケモンでもなんとかなるんで、とりあえずこいつを倒すことに多分全力注いだ方がいい。最高ですね。5つ目かこいつ。あ、1000円こう。おっぷどお前。え、ま、てかなんで焼けっぱちお前接触技なんだよお前。なんでだよ。あ、けど、ケタグリで落ちるか、さすがに。落としに行こう。これは。うん、傷しかない。さすがに多分、ケタグリでいけるし、ステロホエルで、案外ラッシャーをある程度いけるかもしれない。引っ込めと。え、これそう一緒じゃない。これやっ、え、これさ、待ってさ、次こっちスケショでいいじゃん。別にここ相手交代する意味に何もなかったんじゃない。あ、まあ3体目に交代したいからここへラッシャー切るってパターンはあるかもしれないですけど、ここで結局だって守るしても砲をバックしても、あの、あ、切りたかったか。待って、これラッシャー切らせてくれるんだったらこっちじゃね。あ、回復するためのバック。あ、いや、けどでかいっすね。そう考えても。相手の、まあ、ドリューズでね、アイヘ圏内に多分行くんで、さすがに。いや、行けると思うけどな、これ。まあ、裏交代してくれる人も焼けっぱちしかこっちできないんで、焼けっぱちしますけど。あ、待って、ここ自己再生の可能性読んで、ビューダップってパターンもあったから。さあどうだ。いや、ここ自己再生来たらうまいっすね。うまいっていうか、いやっすね。さあ何来る。いやー、そうか。いやー、きしょいな。まあ、一応こいつ研磨やるんで、もしかするともしかするとその相手の残り1体が誰か分かんないんで、ホエルでそいつを用意して相手の3体目とこっちのドリューズが、対面しちゃえば、研磨一ヶ月も余裕はあるんで、とりあえず、まあ、今はまあ、ステロでいいと思うんですけど。この場にはまあ、キリス。相手の技構成が、声援と、鬼火と、自己再生。あと一個なんだ？ブレイブバード、地震、吹き飛ばしとかか。いや、吹き飛ばしっぽいな。まあ、とりあえず、はたいとくか。OK。自己再生した。はたいて引いてだな。あ、じゃあ、はたいて吠えてだ。はたいて吠えて。鬼火砲は珍しいっすよね。あ、てっちゃん、お帰りなさい。7食の餃子を食べてきた。7食の餃子は美味しいのか。色だけか。そんなに変なのは入ってないか。そう、壁、あ、でかいでかい。え、あ、相手炎技しかないのか。ってことは相手バンニーを倒す手段がその鬼火とかでなんだかんだしかできないのか。でかいっす。ほう、え、これさあ、ほう出てこないかな。ほう出てきそうじゃない。え、ほう出てきそうじゃない。あと5ターンでしょ。ほう来そう。いや、ほう来なかったらもう多分ほぼ勝ちなんですよこれ。吠えよ。あ、オッケー、よし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 。
でかいっす、でかいっす。ただこれ、あけど一生こいつあれか。ステノト界なのか。ステノ立ち引いて、結局、これ、再生力に意味なくなるのか。いや、待てよ、これ。ラッキー倒しに行くのありじゃねえか。これ、相手からしたら多分、ラッキーをどこかのタイミングで玉組みさせたいと思う。それを考え、多分、まだ相手は、変えないと思う。あ、じゃあ、抱え、いや、ここかよ、ここかよ、ここかよ。いやー、きめえな。次、声援だもんな。え、今日、砂ターンか出ても、多分こっちのドリューズの方が早いと思う。さすがに。お、てっちゃん。ココナッツドリンク、ありがとうございます。初めて見たっすね。で、まあ、まだ声援耐えるんで、ビビる必要はなくて、けどとりあえず相手はこの盤面多分声援でしたいんで、声援してくると思うんですけど。さあ、どうだ？あ、でしょ？で、ここで声援来て、77。いやー、どうだ？いや、ここし、引くかな。77、65。いや、素早さ分かってると思うから、いや、引こう。頼む、引かないで、お前。いつだって、お前、マジで剣舞させて。あ、そうそう。とりあえず一発剣舞かませば、さすがに飛ぶと思うんで。でかいですね、これは。これマジでかくて。とりあえず剣舞ですね。さあ、どこだ？ OK。さあ、何来る？地球投げ。え、ドリューズ勝ってるよな。ほうほうだって、元の素早さそんな高くないでしょ、まず。で、しかも多分耐久ぶりだと思うんで。ほうほうほう。だよね、ほう90だもん。で、こっちのドリューズがだって、いや、さすがに最速ほうじゃないと思うから、いや。まあ、相手で。いやー、こっからっすね。あ、多分 HB は間違いないと思う。いや、今日多分飛ぶと思う。さすがにここまで来たら。まあ、これで素早さ負けたら、俺のせいで負けだわ。もっとビビらず先に交代しとけって話だから。だけど素早さ負けてること多分ないと思うけどね。頼むよ。OK！ 飛ばせ！最高です。いやー、いいっすね。命がエドリューズね。マジのモグラにしか見えないし、もう。いやー、でかいっすね。最高です。いや、まあ、最速の鳳凰はいるのかな？スカーフ鳳凰はね、何回か当たったことはあるんですけど、スカーフで使うってなったら結局、いじっぱりじゃない？いや、ドリューズは来月からもう少し増えると思う。うん。ラオスがいなくなれば多分結構活躍する場所あるんじゃない？あ、1000いいね。ありがとうございます。さあ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 、ちょっとずつ上がってきましたね、順位も。まあ、今日の一番の目的はバンニーとドリューズを使おうなんであれなんですけど。さあ、オパピノスチさん、対戦の方、お願いいたします。さあ、相手はですね、多分、レギュエイチと勘違いして伝説がいないんですけど、これはとりあえず、まあ、多分、コライドンを相手倒す手段がもう、わけわかんないマスカーニャか、いや、ヤバソチャか？
とヤバそちゃ多分ガポンガチきついんだよな。ヤバそちゃ多分ガポンガチきついんだよ。こいつ連れてってってなれば、ガブリアスがもしかすると面倒いよりの可能性はある。さすがにハッサムの出番はないよな。だから来なきゃいいけど、来たらキモいんだよな。はばかみ。はばかみかな。ドリュース。ガチグマ。いや、はばかみっぽいんで、これでいきます。砂学では違う。さすがにやばいでしょ。IT ゾーンすぎないんだって。ガブとマスカーニャ久しぶり。確かに確かに。え、今日マスカーニャもね、多分来月結構暴れんじゃない?普通に強いでしょ?確定急所とか、いろいろなってれば。さあ、マスカーニャから来た。で、こいつがスカーフトリプルアクセルとかちょっとキモいんで、炎テストしちゃえば多分ビビることはないとは思うんですけど。危ないよな。あ、こいつジャレツク覚えたっけ?あ、ジャレツク覚えたっけ?覚えそうだよな、マスカーニャ。マスカーニャ。マスカーニャは覚えるな。覚えますね。まあけど、いろいろ考えたら多分これ、テラスタでぶっちぎり切っちゃっていいと思うんで、テラスタ切ります。はい。で、スケション打つか。これでジャレ来たらキモいっすけど、さすがにここでジャレは打たないと思うけどな。打つかな。さあ、まあ、スカーフジャイだったら別に、こっちは後々すればいいし、違うのだったら別に、後投げでなんか違うのすればいい。あー、オッケーオッケーオッケー。トリプルアクセル。これはでかいっすね。さあ、こっからだな。しかも一回しか当たんないのでかくね。てか、柔らかくね。ガブ。ガブ、マスカーニャ、サーフゴ、サザンダ、ドラパルト。レギュエイチ強そう。いや、サーフゴは絶対帰ってくるし。いや、まあ、カイリュウガチグマは確定だと思う、それは。間違いなく。あとは誰が残るかっすね。けど、マジで誰でも活躍できるからね。いろいろ多分使うのが一番いいと思う。なのでね、来月はね、今まで以上にね、ちょっと、試合のね、回数増やそうかなとは思ってますけど。じゃあ、これは焼けっぱちかな。けど、相手多分、特性が耐熱なんだよな。これ、殴り合うの割に合わないんだよな、結局。一回紙に引きます。はい。さすがにここでシャドーボールで殴ってくるようなことしないと思うんで、多分、力を吸い取るとかだと思うんですよ。で、それでうまいことを回復していこうとかっていうパーティーだと思うんで。とりあえずとりあえず、わあ、テラスタルしてきた。じゃあ違うのかな、耐熱じゃないのかな。俺もね、一時期ヤバそっちゃめっちゃ強くねと思って使ってたんですけど、さすがに火力のインフに勝てなかったですね。さあ、今日特性は耐熱か。さすがに OK。 瞑想から来た。瞑想から来てもどうだろう。最悪どうとでもないそうな気がするんだよ。ムーホス。半分いけばいいけど。ああ、でかいっすね。うわ、でかすぎる。それだってワンチャン耐えるだろ。いや、耐えないわけないもん。はばかみより特攻低いから、だよね、はばかみ同士で耐えるんだったら、これ特攻下がってくれたらマジでかくてね。で、これが次。ムーホでいいや。
このヤバソチャだったらぶっちゃけもうガポンで多分削れるんで、ここでもしハッサム来てもそれはそれでいいや。さあ飛ばせる、これは勝ちだろ。もうカイリュウ、サーフゴー、クマで残りの3体で個性を出したい。いやまあ多そうだね、それ多そうだわ。けどカイリュウとサフとクマでしょ。いやまあカイリュウ、サフ、クマ、カイリュウ、サフ、クマ、誰きつい、マスカーニョきつくない、カイリュウ、サフ、クマだったら。結局氷技あるのを考えればカイリュウもちょっとめんどくさいだろうし、で、クマもテラスターを切らないとしんどい。で、サフも、アクワザ怖いっていう。結局、大化したら、まあ、テラスター切るんだったらいいけど。まあ、スカーには支えそうっすよね、そのパーティー。セグきつい？セグ。あ、けどセグだってあれ、サフで見れんじゃない？結局メイン技が半減されるから、テラスターで地面テラスで地震とか来たらめんどくさいけど、まあテラスターで切ったと思えば、まあまあだと思う。うん。まあテラスターでね、あとはそこ次第だと思うけど。まあ大体地面テラス多そうだけどね。さあ、響さん対戦の方お願いいたします。さあ、バトデックスね。相手もバンギル。でかいっすね。で、これ多分さすがにキューコン出づらいと思うんで、で、バンギーは多分ほぼ隠れくると思ってるんですよ。まあ、コライドンかな。上3体でいいんじゃね？これでいきます。はい。いやー、来月は、けどマジで、まだ何も考えてないけど、個人的に本当に一番使いたいのは、パーモットなんですよ。ビジュアル込みで。めちゃくちゃパーモット、ね、ビジュアルとか、あと性能考えてもね、素早さが105あって、火力も結構あるし、確かあいつ。パーモット。まあ、最近の祈りは多分入れないかもしれないし、最近の祈りを入れて、偉大刀と組ませるかもしれないですけど。パーモットが、攻撃が115。マッハパンチとかね、電光衝撃がね、結構火力出るんで、いいと思うんだけどな。さあ、めんどくせえタイミングになっちゃったよ、おい。あ、そうそう、トレーナーカードいるからね。いや、もうちょっとね、活躍できるかなと思ったけど、さすがにインフレについていけなかった。さあ、これどうしよう。どうしよう、これ。いや、相手がこれ捨ての巻いてくると思うんだよな、とりあえず。いや、殴り合うの割に合わないな。ドリューズ引いて、いや、自信は来ないと思うんで。ドリューズ引いて、なんでだよ、なんでなの、え、強くね、は待って待って、待って、これはちょっとなんか、話聞いてない、ヤバデドンだね。間違いなくヤバデドンだった。マジか。だってさ、この対面でさ、いや、ヤバデドンだね、本当に。マジか。いや、せめてあくびだったらさ、分かったけど、あく、いや、捨てのあくびじゃない順番的に。初手地震から来る。地震から。やばいでしょ、いよいよ。
って今来んだよ。じゃあ右側にするよ。おかしいって絶対これ。まずいって。吹き飛ばしないわけないよな。吹き飛ばしないわけないもんな。いやー、きついな。最初使うパーティーもう決めた。カイリュウ、サーフゴー、ジバコイル、サイドン、ルチャブリ、ルガルガ。水タイプ、格闘タイプ、結構なんかきついタイプ多くね、それ。電気タイプとか止まんなくね。あ、まあ、ジバコイル。あ、でかっ。呼び出されたんだけど。いやー。え、マスケショか、さすがに。いや、うぜえなぁ。どうせお盆なんだよなぁ、持ち物。せめて5回やったって、5回。5回。あと1回。いや、お前そこ当てるかどうか、マジ今違ったんだって、これ。いやぁ、うぜえなぁ。あくびね、オッケー。ああ、まあね、実際使ってみないとわかんないから。とりあえずっす。今日、ルチャブルさ、きつくしてない。ルチャブルきつくない。大爆発パーティー楽しそう。あ、それはさすがに調子乗りすぎ。メタクロス、ゴドフネ、ダーテング。ダーテングって、覚えるの？大爆発。どうしよっかなこれ。はたくか。お、光ると誰来る？電池だ。はたき、意外と入ったけど、いやー、けどだるいなこれ。けど相手今ネットだよね。え、まあ、ここで、いや、今日電磁波のパターンあるか。ここで電磁波来たらうまいわ。いや、どうだ。さあ、何来る？ネットがいい、ネット。なあ、きめえ。ガチで決めよ、それは。ビルドアップ。飛びかかるみたいな。素早さ下げるやつ。あ、攻撃。なんで攻撃下げんの。やめてよ、本当に。ダメだって。いや、もうこれ。これでいいもんだけど。お前、動いてね。お願い。マジで動いて。これ動けば結構マジで動けよ、お前。今、剣舞じゃないからエアアップするのガチだるいんだって、これ今。いや、待って、動いて。いや、なんで急所当ててんだよ、お前。頼む、動いて。お、まあ、許す。いや、これマジエアアップだるいなぁ。引っ込めた。何来る？いやー、決めー。吹き飛ばされる。やば、お前、マジで。これだってさ、一回目麻痺ってなかったらさ、今やってさ、いやだよな。いや、もうちょい変わった。だって今二段階下がっちゃってるでしょ。これは、まずいね、普通に。これはちょっとまずいね。いや、まあ一応打ちますけど、打ちますよ、こっちもスケショ打つけど、ほらーで思うんでしょ。ダメだって。どういう、それを回復にも多分まくれないし。
ついよな。いや、まあ一回当てたとたやからな、ね、本当にお前。てか当てなったらもっと早かったら話変わったしな、お前。しかも4回。しかも4回。これが気に食わん。自信。自信？自信から来んの？危険かい。待って、いや、これ多分ね、相手結構鋭に振ってると思うよ。だって今こっちさ、あ、上がってないか。あれ？あれ？防御上がってないっけ？あれ？ビルドアップ一回も詰めてないか。じゃあ積んでるの？あれ？俺防御下がってたっけ？あれ？まあ、どっちにしようか。いやー、だめ、あー、てか、スケジュール下がっ、これはもう、ダメですね、彼。やる気がね、本当に良くない。いやー、マジかー。これの正解は、正解はってか、いや、間違ってなかったな。まあ、強いて言うなら、電池のとこで、引かないのが正解だった。電磁波を入れさせないのが正解だったけど、それ以外に関しては、悪いことしてなくねえか？うん。いや、まあ、いや、初手の、いや、初手のバックは間違ってないわ。初手のバックは、だって相手ここでさっきの場所で自信打ってくる方が気違いだもんな。って考えればだね。うん、いいや。これはしゃあない。あ、ルナさん、ハートミー、ありがとうございます。さあ、切り替えていきましょう。さあ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 、今日にしても昨日より上がってきたか。昨日がひどかったもんな。まあレンタルパ使ってる分ね、パーティーがバレてる可能性もあるし。さあ、たい焼きさん対戦の方お願いいたします。さあ、ガポンか。ガポン、草ガポンはちょっとキモいんですけど、これはですね、ちょっとコライドン対面だとバンギたちがきついらしいので、多分選出するのはこっちになるんですよ。ガチグマ欲しいか。ガチグマ、いや、いらねえな。これでいきます。明日から学校、明日から学校なんだ。ああ、大学出席みたいなもんか。大学生忙しいっすね。あ、いいっすね、その研究室がっていう響き、いいですね。あ、てっちゃん GG ありがとうございます。大学生大変っすね。さあ、それに比べてね、俺はもうずっとポケモンとスマブラの毎日ですけど。さあ、これどうしよっかな。ぶっちゃけマジダッシャに引いてくると思ってるけど、ダッシャ来るだろ。来ないことあるか。どうしよう。いや、昨日一応切ってスケショウと思う。ここだ、ここ勝負に出るかどうかで多分変わってくるかもしんない。昨日今日のポケモンしてた、いいですね。まあテスト終わった後だからね、やりたいことやった方がいいです。はい。トンボ、トンボ、いや絶対ラッシュ出てくるんだよなこれ。いや、神かな、今日。あ、ラッシュだよな。いや、そうだよな。そうだもんな。ラッシュだもんな。どうしよう。オッケー、よくここで告白だ。でかい。で、ここで相手が何してくるかによる。ここでけど、レムタ打つってことは多分ないと思うんですよ。多分、5つ目だから、まず多分紙バッグが嫌だから、とりあえずあくびっていうパターンとかあると思うので、一回身代わりから入ります。はい。
いや、多分ね、あくびだと思うんですよ。ほら、オッケー。で、で、まあ、スケショかな、とりあえず。で、相手がこれ5つ目なんで、多分眠るがないわけないんですよ。スケショでこれで、3、4。あ、まあまあまあ、しゃあないしゃあない。5、5当たっても耐えそうだしな。さあ、どうだ？あ、だよね。あ、でもね、ないわけないもんな。いや、右側にコナイドン強いけど、強いけど、その、技がね、1個埋まんのもったいないよね。お、5つ目じゃなかったの？ラブの実なんだ。へぇ。けど、これさ、別にさ、一緒のことすればいいだけだから、そんなにだと思う。スケショ外されたらキモいけど。で、相手の攻撃技が何かには言うの。ウェブタなのか、それとも、ハイダナすぎだろ、お前。絶対ほとんど低段数引いたの、これ。ボディプレイかな、どうだろう。なだれね。なだれか。はい。なんで？違う。あ、よく耐えた。オッケー。その、九章はマジで違うと思う。本当に。いやー、悪いなー。これ、ひでに終わったらマジめんどくさいもんな。相手ここ眠るだもんな、どう考えても。なだれ？なだれ来たぞ。なだれか？え、ここでフェアテラ来るか？いや、来ねえよな。スケショ。頼む。頼む。オッケー。でかい。頼む。倒して。待って、いけるよね、それ。いや、いけよ、そのぐらい。オッケー。よーし、でかい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 。いやー、最高っすね、これは。フラスター切っちゃってるけど、もう素早さ圧倒的速いコナイドが誕生したんで、ここ結局、相手がコナイドンから来れば、こっちの火力上がるか問題ない。ただ、ここで現れたコナイドン。しかし、唯一の懸念点、こちらが、防御が、めっちゃ下がってる。けど、相手はこれ多分スケショウ、多分さすがに炎テンスだと思うから、こっちでスケショウでいいと思う。ので、スケショウから入ります。さすがに炎テンスじゃない？まあ、電気テンスとか。鋼テンスたまにいるけど、さすがにここで切れないよね。オッケー。で、炎テンスね。さあ、どうだ？頼むよ。あ、まあ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 、結構硬いような気がするけど、あ、いや、今日はこんなもんか、こんなもんだろ。4、5、5、あ、お前、あとちょっとだよ、バカ、お前。さあ、何来る？アクセルブレイクは激落ちじゃね？これだってさ、幅紙出せばいいから、スカーフだったらどうせ関係ないし、違ったとしてもこっちの方、素早さ、あ、上なんで。これは、はばかみがこんにちはして、食器でも多分、シャドーボールで落ちるな、これはさすがに。ってなれば、いやー、大丈夫だよね、これ。エカチグマ来るかな？シャドーボール危ないか？パワージェム？さすがに神だと思うけどな、最後。シャドーボール打ちます。待って、ガチグマ？あーお？ガポン？ガポンはこっちじゃん。あれ？ガポンはこっちだよね。
あ、まあ、相手のコライドンが、これで、スカーフだった時が、ちょっと、キモいドンだけど、さすがに、さすがにじゃない？あ、けど、少なくとも同速か。仮にスカーフ、最速スカーフでも。こっちが最速神なんで、結局 1.5 同士なんで、多分大丈夫だと思う。あ、そうっすね。なので、多分これはとりあえず、どっちにしろこれです。はい。あ、OK、勝ちっす。いやー、まあ、これはでかいっすね。まあ、どっちにしろ、仮に相手がこれコライドン切って、ガポンにうちの神が倒されてたとしても、結局こっちの裏が炎ガポンなんで、負けることは多分ない。いや、これはでかいっすね。最高っすね。さあ、いや、このパーティー、いいね。ちょっと使えるようになってきた。最初のうちは下手くそだったけど。そう、いや、昨日の方難かったな。昨日の方難かったわ。これ系のトレーナーカードにしてる人に。まあ。人それぞれなんでね。さあ、これで。いや、いいっすね。さすがにね。まだ月始めなんで、ちょっと上の方にいたいよね。ここら辺でね、1万とかいたらちょっとモチベ的にもきついんでね。さあ、まさひろさん、対戦の方、お願いいたします。さあ、コライドンがまた来てしまった。コライドン食うとバンギーあまり出せないらしいから出せないんだよな、これ。けど、バンギー出さないとドンゲが結構キモめなんだよなーと思うんですけど、これはとりあえず初手コライドン投げて、けどガポンの、いや、カビはいいな。で、最悪、ホノテラブラッドムーンがある。ガポンの方欲しいか？HS ガポンの通りいいか。コライドンには何もできない。だけどツッキーにも何もできない。どうしよう。いやけど多分、初手ロンゲ来たら、俺多分コライドにテラスター切っちゃうから、って考えたら、テラスター切らなくても仕事できそうなガポンでいいや。ガチグマ炎テラスターあるから、コライドに対して多分強く出れるんですけど、そっちのためにテラスターを残しとくのもあれなんで、とりあえずこれでいいと思う。さあ。誰から来るか。いや、多分ロンゲだと思う。ロンゲ来てくれれば、結構、むしろ勝ちだと思う。微妙なラインが来た。いや、けど、いや、待てよ。これ、相手さ、電磁波以外きつくね。まあ、スカーフトニックあるか。けどさ、コライドンにスカーフトニックってさ、正解かちょっとわかんない部分あるよね。電磁波の場合もある。え、とりあえずこれ、身代わりでいいと思うんだけど。身代わりから入ります。さあ、怖い。電磁波。ボルチェンでもいける。なんか、この時点でだって何来てもいけんじゃない？最高すぎる。完璧ですね。ビルドアップ。スカーフフェアリーティラバーストはビビる。それはさすがにやばい。あ、てか、来月からドトムまた仕事できんじゃない？これ、耐えないかな？半減だよ。だって。あ、だよね。そうだよね。さすがにそうだよな。だってお前多分耐久ぶりでしょ、これ。ってなれば、これはとりあえず、スケールショットで。落ちると思う。あ、けど、5分かな。いや、硬いな、意外と。いや、無理かな。頼む、5回。おー、まあ、あとちょっと。さすがに2発食らったら、これは溶けちゃうんで、まあ仕方ない。
あーだよね、さすがにそうだもんな。これはしゃあないしゃあないけど、これもう一回身代わりするデメリットは大丈夫だよ。まあ結局こうなるんだったらビルドアップをもう一回積むのが正解って話になるけど、まあ結果論じゃ結果論。いやーけど、いやまあ、あ、オッケー、ロトムチェンジ、ロトムチェンジで誰出てくる？コライドンは、あーいやけどビルドアップ2回積んだ方が良かったな。防御が1段階アップ状態で会えるから。でこのコライドンは、厄介ドン、厄介ドンだな。どうしよっかな。このテラス、このテラス切るか。この感じだと、裏つきっぽいな、なんか。どうしよう。いや切らなくていいや。スケショで。さあ相手は多分炎テラスだと思うけどな。違うかな。身代わりはだってあの素早さんこっちの方早いんであれなんですけど。さあスケショでこれで防御下がっちゃえばな。おワンチャン飛ぶお前。うわーでかすぎだお前。それはお前かっこいいって。お前ありがとう。怒られるの。ごめんね、さっきバカにして。それならいい。これ相手ブチギレ案件。これあのスマブラだったら絶対切断されてる、間違いない。これはでかいっす。普通に気持ちいいやつ。これはブチギレる。これはブチギレても仕方ない。その人の気持ちめっちゃわかる。テラスタルまで切ったのに。これは仕方ない。そういう日もある。あ、これは勝ちっすね。あ、まあこっちがスケショーを外したら負けだけど。言えないけど、まあまあまあ。とはいえのような気がする。スケショー。だってこれ仮にスケショー外しても、その相手の今古代活性が素早さじゃなかったんで、うちの神の方早いんですよ。でないば上からあ、外さんかったし、上からね、ムーンホーやればさすがに飛ぶんで、これで諦めない相手いいっすね。ワンチャンのスケショ外しにかけるのは。いやまあこれはガチガチ運だから、ね、まあスケショの特権ではあるけど、回数稼いでる分急所当たりやすいのはあれだけど、タイミングが完璧すぎた。あ、ひまじんさんお疲れ様です。今日も頑張って戦ってます。さあこれはとりあえず焼けっぱちで終わりだね。焼けっぱちよいしょ。コツメかもしかして。これうん、オッケー。さあ、いやーこのパーティーどうだ、使いやすいのかな。結構いいとは思うんですけど、まあバンギバンギ、まあ相性が良かっただけかもしれないけど、やっぱりね、なんかガポン使いやすいっすね。まあ今月しかも使えないんですけど、やっぱ炎ガポン強いわ。普通に使える。今月使おうかな。てかそもそもマジで伝説ポケモン決めなきゃいけないんだよな。パーティー決めなきゃ。パーティー考える時間マジ楽しいからね。先月もね、パーティー作んのに、まあ、YouTube 見ながら作ってたから時間かかったけど、6時間ぐらいはかかったんじゃない？ 2 時間、うん、そうだ、6時間ぐらいかけてパーティー作ったんですけど、6時間ぐらいかけて作ったパーティー、2日でボツにしたんですけど、すげえ無駄だったなと思ったっすもんね。6時間ぐらいかけて、ハチマキ地面テラバのラオスとか使ってたけど、次の日に使ってパッとしねえなーって2日目3日目ぐらいでもうすぐ変えて、仕事中に適当に考えたやつの方が強かったっていう。先々月作ったパーティーガチで強かったと思うんですよ。それで3桁いけなかったんですけど、
多分完成度といえば先々月の方が絶対高かった。先月行けたのは多分鳳凰をカモにできる海竜がでかかった、多分そこだと思う。今月は誰を使うかっすね。さあシドさん対戦の方お願いいたします。じゃあバドレックスね。バドレックスは多分、いやこれは上3体でいいわ。これでいきます。はい、あ、まああるある、結局作って使ってみなきゃ分かんないんだ。とりあえず作るのはありだと思うけど。あ、このドリューズ強いっすよ。さっきから結構仕事してるんで。今回テラスタルドリューズに切りたいね。草テラバでラオス倒すぐらいで。さあ、いや、今月はどうしようかな、マジで。さあ、ディン。この対面ね、フェアリーテラバ打ってくる輩もいるんで、微妙なんですよね、結局。けど相手からしたらこれ、ね、格闘技怖いと思うから、あ、まあ、とりあえずビルドアップでいいや。あ、オッケーオッケーオッケー、でかいっすけど相手よく突っ張ってきたのすごいっすね。巻き菱、巻き菱厄介ですね。まあ、とりあえずスケショかな。さすがに多分ここで吹き飛ばしくると思うんで、殴るだけ殴っときましょう。さあ全然入らない、硬すぎる。でお盆、うん、仮にねここをね、なんか地震とか寒風から来てくれれば嬉しいけど、さすがに吹き飛ばしだと。あーどうだ、あーでしょ、 OK、 まあこれは十分十分十分で、誰が来るか、個人的にはバンニーから来てほしい気持ち。あ、けバンニーね、けどとりあえずから来ても困るっちゃ困る部分はあるけど、どうしよう、出てきちゃった、こいつ呼んでねえんだよな。で絶対自信打ってくんだよなこれ、絶対自信打ってくる。で、これだって引いて、ヒデイジョタと2ターンで殴ってスケショで突破したとしても、めんどくせんだよなぁ。で、しかもこれドリューズ出た時点で、バンニーほぼ格だと思うんだよ。バレってそうだから、相手なんか自信打ってくると思うんだよな。これ自信じゃなかったらいい。自信じゃなかったらさ、それでキモいか。さあ、何来る？待ち菱か？あー、オッケーオッケー、とりあえず、とりあえず。それは、ぶっちゃけもうこのコライドに、対 HP はそんなに求めてないんで、とりあえずスケショで、バドエックスの上を取ることだけ考えればいい。で、相手が次ここって、吹き飛ばしたと思うけどな。多分。さあ、決勝、あ、ナイス決勝。いや、今月けど古代丼は使んなそうっすね。なんかそんないいイメージを感じなくなってきた最近。未来丼はね、なんか強えなーみたいな、使いやすいなと思っちゃうんですけど、なんかこいつはそそらえない部分がある。日本バレカレンのキモいけど、まあ仕方ないっす、化粧するか。多分裏から階級出てきそうな気もするけどね、これ。さあ、どっか、いや、多分このリングね、HD 振ってると思う。じゃないと硬すぎると思う。もう偏見でさ、未来ドンとかバドリックス用で HD みたいなイメージあったけど、ここまで硬いと、多分さすがに HB だと思う。さあ、多分ここでバドレックス来るかな。バドレックスもあまり出したくない部分ではあるけど。海竜いたら迷わず海竜来るけど、神速で飛ぶから。なんか想像の斜め上のやつが来た。俺はこいつのことを知らない。
こで出てくるようなキャラなのかこいつは、まあ、とりあえずこちらスケールちょっとしますけど、相手だってこれまずこの時点で海竜はいない、もしくは少なくとも新速海竜みたいなやつはいない。いやまあ多分さすがに残り1体はバドレックスだと思うんですけど、その場あくびしてきた、あくびしてきた、あくびしてきた。いや多分あくび連打でまきびし入れようなんで、これスケショでいいや。で多分次バドレックス出てくるでしょ、あ出てくるっていうかここ倒せないから結局一緒か。さあこれでとりあえずでもう一回あくびくればでかいですけど、ここで怠ける来たらキモいです。で怠ける無理、あれ OK 大丈夫無理です。で次多分怠ける来るんですよ、じゃないと、あ、まあ、バドレックス引きあるけど、バドレックス引きはどっちでもいい。まあ、とりあえずここはバンギでいいや。あー、こっからっすね。で、あともう、残りのコライドンはあいつはもう、ヒデリターンとかスナターンの調整のために残しとけば、あとはもう寝れんで。さあ、どうだ？ここであくびしたらマジうまいけど。OK、さすがに怠ける。で、これは相手の裏が、もうほぼ格で、バドレックスだと思うんで、多分、テラスタルを切りたくないと思うんですよ。まあ、とりあえず、旗切りと。まあ、倒せはしないと思うけど、うん。まあ、食べ残しなくなればでかいかな、ぐらいで。で、相手ここ、あくび来る。どうしよう。結局どれだけやっても同じことの繰り返しなんだよね。で考えたら、これ、バンに切っちゃって、あとはもう全部ドリューズに任せますわにかけた方がいいと思う。ぶっちゃけ。結局これ、裏に引いて、あくび食らって、あくび連打でなんだかんだしてったところで、結局どっかに怠けるされて、叩きで飛ばせなくて、で、またどうせあくび入るとかになるから、だったら HP 高いうちに交代して、砂ダメージ、直す！直す？待て。あ、いや、まあ、一応腐ってれば残してるから、いや、いいけど、直す？直すか。待てよ。ちょっと話変わってくるけど、まあ、多分、いや、こいつがドラインパンチここで来たら、まあ、キモいね、ぐらいで。それ以外に関しては、まあ、いいや。あー、オッケー。ここの水、弱くね。ハチマキじゃないな。スカーフっぽいね。え？だってさ、ビルドアップだったら積むもんな。一回は少なくとも。で、タスキだったら、あ、まあ、水流、タスキは水流か。これさ、テラスター見るためにさ、一回引くってことはできないのがきついよね。結局これ一回引いちゃったらさ、ひでい状態になってさ、もしこいつのスカーフの時上取れてない問題になっちゃうから。あ、まあ、それだったらそれでいいのか。いや、信じよう。大丈夫。いやー、どうだけど、テラスタル切ってこないか。もしドクテラとかなんか来たとしても。あ、フェアテラ出せなくない？草手だがバレてたらあれだけど、バレてない限りさ、相手さ、なんのテラスタルそれ。水だろ？水だよね。水だと言ってくれ。じゃないとちょっと、
頼む。あー、オッケーオッケーオッケー。最高です。さあ、これでどれくらい、いや、飛んで、頼む、飛ばしてくれ。頼む。オッケー、よーし、完璧です。最高っす。いや、飛行テラスはもう気違い。さすがに。久しぶりに気違いっつったわ。さすがに気違い。飛行テラスは。やっぱりドリューズ直帰での方が輝ける。そうなの？そうなの？まずこのご時世に直帰は、直帰というかドリューズ輝けんの？そっちの方怪しくない？あ、メロンさん、フォローありがとうございます。タマドリューズ、まあ一応この人ね、まあレンタルパーティーなんで、まあこれで21人取ってるから一つの正解はこれですよ。うん。これは多分よほどムカついたんでしょうね。もういい。今日はもうポケモンやめるっていう多分タイミングだと思います。はい。いやー、まあ来月からですね。ドリューズの本領発揮は。間違いなく。いや、今日デカヌちゃんに場所取られるかな。砂場とかになってくればね。まあ話変わってくるだろうけど。俺も今日よく切断された。いや、けどいいじゃないですか。切断されても基本的には無効試合にならないんで。俺今日スマブラしてたらめっちゃ切断された。なんとか勝っても切断されるし、負ければシンプルに下がるしね、元も子もなかったんですけど。さあ、また鳳凰来たな。七海千秋さん対戦の方お願いいたします。さあ、これはですね、コライドンから入って作戦はさっきと一緒だな。さっきと一緒でいいと思うので、ドリューズバンギじゃない？違う？そうですね。ドリュー版で。てか、バンギーがいらないんじゃね？いや、バンギーいらねえな。どうせ、鳳凰よりか素早さでドリューズの方勝ってるから、さっきみたいにフェアテラしてきたら別にドリューズで倒すみたいなことはできるので、ステロもどうせ何かしらケアされるしね。どうせ。で、なれば、紙の方が使えるか？ガポンの方使えるか。今日、鳳凰に何もできないか。カリも人によっては詰むんだよな。まあ、連れてってみるか。これでいきます。あ、そうっす。これ、レンタルパーティーです。はい。先月の、21位かな ?21 位の方の、コライドです。はい。まあ、来月ね、バンギーとか使えるかなと思って、その辺の練習も兼ねて、ちょっとこれにしてるんですけど、さっきからラッシャー来てくれるのはこれでかくて、とりあえず、安定の身代わりから入れば問題ないと。身代わりで多分まあちょっと俺は初手から殴ってくることないと思うけどな。地割れとかはあるかもしんないけど、初手はとりあえずあくびじゃないの。ラッシャーは、お、クマ天才 X さんフォローありがとうございます。 X じゃないか。ありがとうございます。ほう、よかった、身代わりして本当によかった。さあ、まずこれはですね、犯罪なのでちょっと後で訴えたいと思うんですけど、これはとりあえずもう一回もう身代わりするしかねえんだよな、これ。身代わりして、まあさすがに 30% 引いたから当分来ないんで、スケショで、だでいいだよね、オッケーオッケー、よーしよしよし、完璧。で、これはスケショでどれくらいいくからな。キモいですね。非常にキモい。相手全シーズン最終4位のレンタルパ。マジ？うわ、マジっぽそう。並びも一緒か。一緒っぽいな。
ってことは、ジワルウェブタ守る眠るなんで、まあ、とりあえずここはスケショリー。お前さ、相手がさ、30% 出てんのにさ、なぜ 10% を引く？お前がこうやってる間に、ひねりターンから伝えると、いろいろめんどくさい。いやー、キモい。非常にキモい。マジでキモい。相手の IQ、20です。そんな低い？ 20 の人っているの？いないでしょ、絶対。20ってどれくらいだ？ 20 ってやばいよな、多分。20って多分毎日箸の持ち方忘れるぐらいの頭が悪さでしょ、多分。やばいよね。います、ここに。いや、さすがに大丈夫。文字打ててれば多分20はあるんです。大丈夫です。耐久パーティーはいつもイライラしてやってます。あ、まあ、思います。はい。ちょっと神経疑いますもんね。そのゲームし楽しいのかって言ってさ、ウェブとかの来た。ジワで戦法やめたこいつ。まあ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 。だってこれさ、使ってるの楽しくないんじゃないって思っちゃうんすよね。もうとりあえずスケショでいいや。もうヒレイタンも変えちゃったし、やることないんで、どっちにしろスケショで連打しとけばいい。で、どうだろう、相手が多分、鳳凰、ラッキー、ラッシャとかだと思うんで、多分、このまま殴っていってだな。どっかのタイミングで、ひでりを復活させる。相手のラッシュが寝るタイミングで。そうすれば、スケショの火力上がるから、相手はもう受けれなくなるんじゃない？うん。多分それでいいと思う。さあ、どうだろう。てか、先月の2位の人の海王がすごいっすよね。先制の爪って。これ見た瞬間マジ使いてえなと思ったけど、レンタルパー公開されてなかったんで、ちょっとあれなんですけど。マジでちょっといい意味で、頭いかれてるっすよ。やばいでしょ、普通に。すげえなーって思いますもんね。やばいよね。そう、これはどうしよう。相手ここウェブタかな。スケショ。あ、守るから来るのか。いや、明らかにこっち身代わりターンだったから、あれかなと思ったけど。相手これ結構、マジで IQ20 説あるぞ、これ。ここのだって守るだって結果的には正解じゃないからな。あ、結果的に正解だけど、正解じゃないからな。ってなれば、身代わりでいいとは思ってる。いやいや、ポケモン初心にそこまでではないとは思う。しかもこれだけ喋っといて負けたら元も子もないから、まずいね。まずいね。当たりすぎちゃう？いや、うまいね、本当に。本当にまずいね。いや、だるいな、マジで。殴る、じゃあ守る、殴るな、殴るだから。いや、これ結構今ピンチだから。スケショウと。で、かわして。地割れを。ウェブタユリか地割れがいい。そしてかわして。でこいつは1になったら5回当てるんだってマジで思ってるんですけど、ただじわれじわれじわれ、あー、いや、キモいな。
で、とりあえず一回ここ紙バック。相手はこれ、さすがにここで地割れは打ってこないと思うんで、ウェブタか眠るの二択なんです。あ、まあ、守るの可能性あるんですけど。で、この対面になったら、オッケー、眠るしてくれたんで、とりあえず、これが本当にレンタルパッチそのままだったら、寝言がないんで、一回ここでもう一回コライドに戻せるんですよ。で、ここで誰が出てくるか問題です。相手がもし、このタイミングでラッキーが出てくるんだったらラッキーだけど、ラッキーじゃなくて、鳳凰とかで受けようとしてくるのであれば、次のタイミングでパワージェムで飛ぶんで、問題ないと思う。さあ、いや、できればラッキーがいいな。鳳凰がちょっと、あ、オッケー。これはでかいっすね。で、ラッキーが一応、鋼テラス。鋼テラス。キルか、こいつ。いや、スケショか。あとスケショでいいか。相手が鋼テラスだったら飛ぶし、多分テラスターしないで居座ることはさすがにないと思うので、さすがにラッシャーバックだと思うからスケショでいいや。お、待って、そのまま居座っと。え、硬くね？硬くね、お前。待って硬いって。お前マジで5回当てろ。え、けどなんだろう。いや、てかお前今5回当てないと結構罪重かったんじゃないか。え、これさ、だってさ、これだってさ、これでよくない？これで、え、倒せないか。待てよ。お前、ハガテラ読みマジフレ。マジフレの方入る？入るな、今ひでいたん。ハガテラ読みマジフレ。ラッシャー引きはない。ちょっとやってみるか、それ。いや、ひでよ。ひでよ、お前。お前。待てよ。レンタルパだったら、こいつ攻撃技地球投げしかないんすよ。え、地球投げしかない。地球投げしかない。いや、これ、まず可能性があって、鳳凰に対して打点がないから、とりあえず鳳凰はもう剣舞で潰しに行くっていう。で、多分ここに出てくるであろうは、ラッシャーなんですよ。鳳凰がいない！鳳凰がいない！待て、鳳凰がいない！これは、でかいのではないか。相手は、え、これレンタルパだったら、相手が毒毒挑発未放に守るしかないんですよ。これ剣舞積み放題じゃない。これでレンタルパじゃなかったらガチキモいよ。いや、多分レンタルパだと思うんで、だけど、まあ、レンタルパンってかもう積まなくていいか。あ、けど TOD されるか。
TOD されちゃうかこれ。とりあえずなぐってあ、弾だった、こいつ忘れてた、弾で死ぬなこいつ。次守る。アイヘレ、あ、確かに、いや、かもしれない。はばかみ、はばかみ引いても一緒だもんね。か、いやまあこれはどこかの誰かさんのじわで回っちゃうけど、いやけど勝てるやつだったな。いや、フォーバック嫌って、さっきのとこでもうフェアテラムーホー、いやけどフェアテラムーホーは違うか、結果的に鳳凰いないけど鳳凰いる可能性の方高かったもんなって考えたらだもんね。まあせめてムーホー打つぐらいは良かったけど、フェアテラまではやりすぎ。いや、てか、このタイミングで、グライオンに引いたのキモかったね。ドリューズ、ドリューズだから、とりあえず、ラッシャーかなとか思ったけど。どうしよう。手が間違って毒毒とか来ないもんな。さすが MV だよなこれ。やめいだな、よしやめよう、これはやめよう。いやーマジか、はばかみだってなんもないもんな。いやー勝てたなこれ、これ勝てたわ。受けずに負けんのがマジでキモいな。うん、相手は待ってるだけでいいから、TOD で勝ちだからね、相手は。いやー、せめてコライド残ってればはん、いや、けどそれもそれか。コライド。いや、てか想像以上にラッキーが硬かった問題はある。うん。ラッキー硬かったね。思ったけど。ラッシャーのうちに、ビルドアップを積むべきだったかもしんない。受ける対策難しい。やっぱ黒い眼差し、黒い眼差し、ネオハルチオンジェン。外役すぎだもん。また受けるみたいなやつ来たじゃん。KR さん対戦の方お願いいたします。無限ダイナか。どうせ毒撒いてくるくるするだけじゃないのこれも。これレンタルパーティーとかじゃないよな。いないもんな。夢の後じゃない。いやー、どうしよう。イーユイは多分出てこない。あいつバトデックス用だと思うから。いや、まあ、とりあえず、コライドンの身代わりでなんとかなる。本来であればそれでなんとかなるんで。どこかの大家さんがジワでバカみたいに当てなければ問題ない。で、おそらく活躍する可能性があるドリューズ。で、特殊アタッカーは今回一人ぐらいいた方がいい。いや、ガチグマ。ガチグマ？ガチグマなのか？てかさっき思ったけど、こっちガチグマいんのによくグライオン出したね。ハイパーポイズとかやっぱだってめんどくさかったでしょ。よく選出したな。これどうしよう。神かガチグマなんだよな。
神、これでいきます。受ける偽装、いやだからね、今月ね、受ける偽装使おうかなってちょっと思ってるんですけど、受ける偽装の無限ダイナとか楽しそうだなと思うんですけど、どれくらい刺さるかっすね。結局ね、自己流の受ける偽装がね、うまく決まればいいですけど、うまく決まる方難しいんでね。さあ、初手ダイナ、初手ダイナ、素早さ負けてそうなんだよな。けど相手のダイナもどうせアタッカーじゃなかったらですけど、耐久系だったら多分耐久素早さ振ってないよな。とりあえず身代わりから入ります。だって相手のこれラッシャーバックっていうパターンもあるんで。あ、ポッポさんお疲れ様です。今日もありがとうございました。さあ引っ込めた、引っ込めた、オッケー、ラッシャーね、リベンジマッチです。さあ、さっきのお返し、いやマジでね、いやこのラッシャーきたいな。とりあえず、とりあえず、まあできることとしてはスケショしかないんで、ここでスケショ打つけど、さあ何来る。いや、いやー、まあさっき雪なだいでも耐えてるから何来てもいいけど、地割れがキモい、それだけだもん。で、お前はちゃんと5回当てろ。なんでだお前、人さ、さっきより意外と入ったな。さあ何来る。あー、オッケーオッケー、これはいいっすね、これは問題ない。雪なだれで持ち物が5つ目っぽい。あ、じゃあさっきラムの実見たか。ラムの実は珍しい方だな。おでかい、マジででかい、これフェアリーキャスですよ、どうせ。うわ、でかい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 。こうなれば、あの焼けっぱちの火力が今次のターン2倍になるんで、うわ、でかいっすね、これは。地震。あ、待って、あれ？身代わり割れてる。見てなかったんだけど。ごめん、ちょっと普通に見落としてた。これは焼けっぱちです。さあ、どうだ、相手、いや、今日ここで引きようないよだけど、相手別に。結局ここでもし守ったとしても、焼けパチの火力の次また2倍なんで。さあどうだ、かといって無限ダイナにはもう引けないし、結局こっちのスケショが残っている分。さあ頼むよお前。さあどれくらい入るか。え、けど飛ぶんじゃないこれ。頼むよ。最高です、これが焼けっぱちです。でコライドンがいる限り多分無限ダイナもそんなビビる必要ないので、とりあえず残り1体が誰か問題ではある。さあ誰来る。他に誰いたっけ、他にラッシャーとかのラッキーとか。さあここでダイナが飛んできた。ひげりがあと一旦素早さ1アップ、さすがに対効果抜群だったら飛ぶよな。スケショで外すなよ。 OK、あ、いけそうだな。お盆じゃなきゃ。あ、オッケー。で、オッケー。いやー、最高っすね、これは。残り1体は多分ラッキーとかだと思うんで、さすがに。あ、まあ、EU がゼロではないかもしれない。もしかすると。直近 EU だったら。
さあ誰来る。さあ多分ラッキーだと思う。グライオン、グライオン、グライオン、グライオンか。まずいか、まずくはないか。まあとりあえず相手は自信くるんですけど、ショビーや。あー、オッケー、完璧っす。いやー、でかいっすね。いや、相手が、相手を出したがテラスタルするタイミングが、こっちにとってめちゃくちゃ良すぎたのはある。もうちょっと HP がな、ある状態だったら、焼けっぱちちょっと危なかったんで、って考えればね、まあ結構良かったっすね。さあ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 。いやー、使いやすいなー。てかさっきから俺ガチグマ出してあげてないな。このガチグマ何用でいるんだ。一応炎テラスあるからザシアンとかにも殴りがてるらしいんですけど。まあまあまあ。ルギアか、ルギアも決めんだよな。ワンさん対戦の方お願いいたします。ルギアか、ルギアはちょっと決めんだよな。レンタタパじゃないかな、こいつ。先月結構ルギアで結果残してる人いっぱいいたからね。けど、レンタルっぽくないな。違いそう。違いそうだな。ルギアはキモいな。どうしよう。コライドン。いやー、コライドンから入ってもさ、いろいろ足りんだよな。ガチグマから入る。ガチグマから入ろう。いや、まあ、バンギか。いや、けど、毒巻かれたくないな。毒巻かれて耐久されるの嫌だから、ここら辺にしてみるか。いや、毒嫌だな。毒巻かれたくねえな。毒さえ巻かれなければ、意外と勝てそうな気もする。結局、こういうパーティーはね、身代わりとかに弱いと思うんで、まあ、ルギアがサイコノイズあれば完成してくるんですけど、とりあえず、とりあえず、さあ、どうだ。ああ、オッケーオッケー。これはでかいっすね。これはでかくて、相手が第一読みで一回引くと思うので、引くと思うので、これはあくびから入ります。はい。さすがに突っ張れないんじゃない？あ、まあ、毒菱とかは普通に技として持ってたら、突っ張ってくる可能性はあるんですけど、そんなに最近見ないんだよな、こいつの自分から毒菱巻く系が。さあどうだ、捨てろ。ああ、オッケーオッケーオッケー。アキラスピンだったらいいっすね、別に。これはそんなに気にする必要なくて、あくびって、あくびって、いや、まあ座ってくれるんだったらマジ大地から入りたかったけど、まあ、変に毒毒っていうか猛毒状態になるよりかは普通の毒の方がマシだわ。でこれ、いやー、ルギアに引きそうなんだよな。もう一回あくびエンドします。でここで次で殴るか。あ、でしょ、ルギアに引く。これ一回ブラッドムーンでも良かったけど、で次のターンあくびでも良かったけど、たまにいる身代わりとか払えたらだだかった。とりあえずここであくびって、次、ブラッドムーンだ。次、ブラッドムーン、かな。うん。で、初手第一でよかったな。初手第一してれば、もう、結構、楽だったわ。さあ、誰来る？
まあ、これでもタスキ説潰せたんで、とりあえず終わって、意外と入った。で、多分、ここで引くかな。ここで引いてこっちあくびしたら元も子もないんで、多分ここ第一でいいと思うんですよ。あんのかよあんのかよ、毒ビシ。あんのかよ、ないと思ってたよ。ないと思ってた。あんのかよ、お前。いやー、だりーな、ここから。耐久ゲーになってきたらきつい。どうしよう。いや、まあ、とりあえず、あくび入ればいいな、ルギアに。入んないかな。いやー、きめえなあくびで。いやー、あるかあるよなどうしよう。ドリューズか、ドリューズなのか。とりあえず割りに行くか。あ、オッケーオッケーオッケー。太鼓ノイズでとりあえず割りに行って。で、次交代だね。次一応ドリューズに交代かな。ドリューズに交代すれば相手が多分身代わり自己再生サイコノイズ。自己再生ないことあんのかな。いや、あるよな。あ、カナさんは覚えてます、大丈夫です。はい。いや、最高のやつ。いや、能力アップ系はあるから多分瞑想はあるんですよ。瞑想、いやー、とりあえずドリューズだな。あ、そうっすね。確かにお久しぶりっすね。無事俺3桁いけたんで、次の目標は俺2桁フィニッシュいきたいと思います。はい。いやー、これはあー、でしょ、まあまあこれは良くって。相手が多分サイコノイズしかこっちに打点ないと思うんですよ。ってなれば、結構なんだかんだできると思う。とりあえず、あ、異変。引いてくるパターン。とりあえずあ、異変かな。さすがに身代わりぐらいは割れると思うから。あさってからお盆休み。あ、いえ、仕事は俺は、月曜日から休みです。あ、オッケー、自己再生あんのか。オッケーオッケーオッケー。あるならあるでいいや。じゃあこっち研磨して、おっ、ごめん。ラッシャか？ラッシャか？ラッシャか？あ、そうそう、お盆休みがね、12か16なんで、そこがお盆休みになるんですけど、これはとりあえず手玉かな。で、あとはもう、ホライドンにさえこの刺さっちゃうのはきついけど、一回ぐらいは耐えてくれると思うから、あとはそこ、うまいことやってっすよ。うち7連休。あ、いや、いいですね。俺何連休だ？俺が5連休か。まあね、その時ぐらいゆっくり休んでください。お、半分超えるのか。これでかい。アクアフェイク、マジか。これは突っ張りいいっすね。相手もしこれテラスタを切ってきたとってなんで、大体どうせフェアリーテラスだと思うしね。フェアリーテラスかドクテラスが多いと思うんで、例えば地震とかアイヘで刺さる
で、ここで仮にヌギアバック来ても別に、マルスケ外れる、次は、アイヘルよくなるから、なんとかなると思う。ヘイラッシャークリームパンみたい。いや、このクリームパンバカ強いからね。本当にやばいからね。お、チャンスター来てきた。さあ、どうぞ。けど、フェアリーとかじゃないよ。クソテラス！クソテラス！あ、まあ別にコナイドンが活躍できるからいいか。クソテラスなの？いかにもなんかこのために準備しましたみたいな顔してる。さあどうだ？何食う？殴ってほしいな。あ、オッケーオッケー。殴ってくれるのでかいっす。これ、次のやつで耐えるしよ。アイヘで落ちないから無理かな。あ、でかっ。でかいっすね。あ、けど待って、これ弾ダメージで死んじゃうパターンじゃない？あ、何時まで？いや、次の試合でラストです。はい。お、待って、生き残った、お前。でかすぎかよ、お前。けど、ドリューズ、お前、一番の今仕事ある。あ、これ、弾ダメージ込みなので、相手はここ絶対自己再生来るんで、剣舞でいいです。絶対自己再生来るんで、ちょっとでもダメージ当てさせよう。自己再生で、これで剣舞2段階積んでるからトータル4アップでしょ。で、相手はここをどうするか悩みどころではあるんですよ。いやー、どうしよう。打とう。で、お前はひるませんのが仕事だ。ひるめ、ひるめ、頼むよ。もしくは殴ってきてればでかい。頼むよ。なんでだよ。え、まあ、今日正解っちゃ正解か。正解っちゃ正解だな。いや、まあ、嫌なとこついてきたな、相手。いや、まあ、こっちができるタクトしましたもうね、スケショがどれくらい刺さりますかっていうのにかけるしかないんで。相手はだってこれ、サイコノイズか自己再生でしょ、どうせ。いやー、結構きつめだなー。スケショで。頼む。マジでお願い。頼む。な、いやけど結構硬そうなんだよな、ヌギア。2発で落ちないかな、身代わり。どうだ？いや、無理か。3発。3発でいけるよね、さすがに。頼む、頼む、頼む。で、お前、お前、5回当てて、5回当てて。お前がここ5回当てれば、マジ、世界変わる。頼む、あと1回。オッケー、よし！でかい。マジででかい。で、何来るの？サイコノイズは1回ぐらい耐えると思うから、さすがに。自己再生ね、オッケー。こっからっす。ここから。いや、きついなぁ。いや、待てよ。相手次多分自己再生なんで、ビルドアップ1回積みます。相手は多分だってここサイコノイズでワンパンできない可能性があるから、多分もうちょっと削れだよね。削れてから殴りたいと思うでしょ。で、次多分相手殴ってくるんで、そこ耐えてくれれば勝ち。頼むよ。外さないでね。オッケー。とりあえず、一発。で、頼む、5回。5回やってほしい。マジで5回やってほしい。3、4、頼む、あと1回。おま、いや、ま、え、何来る？いや、最後のやつ1回耐えればガチガチ。きついかな。頼む、耐えて。うわ、待って、毒、毒、な、な、あ、いや、いや、い、なんで急所なんだよ、お前。おかしいって。さすがに。なんで急所なんだよ、お前。
絶対良くないってそれ。ドクターも耐えて。ゼンマイマジでやばいこいつ。ダメじゃんそれじゃ。待って、ってことはこっちのやってることは間違ってなかったんだろこれ。待って。本当に良くないと思う。マジで。いやー、だりーなこいつ。結局これあくびからあくび、いや違う、相手だってこれもう身代わりでいいもん。待ってうわ負けだわこれは。いや絶対勝てたな今やるぞ。いや今のはな、結局耐えて次スケショで終わったもんな。いやーうぜえな。いやーマジか。さあ次ラストにしたいと思います。はい、いや勝てたな今の。しかも完璧にいったわ狙ってること。いやーあー切り替えていきましょう。キュチョさん対戦の方お願いいたします。さあお白窓、白バドはですね、トリックデーム対策でこいつの挑発がいいらしいので、ガポンの挑発使っていくのと、あと初手誰来るか問題っすね。まあ、初手誰だろう。初手ドラパか？ドラパ臭いな。ちょっとドラパ臭いんで、バンニかな。バンギガポンコライド。これでいきます。はい。さあ、いや、ちょっと誰から来るかだな。あランドね、ランドから開くんだったらこっちガポンが良かったわ。まあとりあえず相手はじゃあステロ巻いてきそうっすね。ってなればステロ巻いてくるってことは相手のガポンじゃねえや、相手のバド X アタッカーっぽいな。まあこっちもステロ巻くか。じゃあキモいっすね、なんか全部すかされてる。じゃあこっちははたくか。とりあえずはたいてダメージは。さあ相手はまあトンボでバッカして、お前は巻くんかよ、お前ダメだよ。とりあえずはたいてはたいて。さあ意外と入ったんだ、意外と入った。助けなんだ、へえ。ってことはこいつ最速っぽいな。はたき連打でよくね。オッケーオッケー、変に残りよりか黙ってバンギ倒してもらった方がこっち的には都合いいんで。これでとりあえずで畑連打しとけば多分さすがにバドレックス出せないで、この対面になる。うーん、どうしよう。うちのガポンが最速じゃない分ここへ出したくない気持ちはある。まあコライドンでいいか、コライドン出して、ビルドアップでいいかな。とりあえずビルドアップから入って、そうですね、ビルドアップから入ってだ。ビルドアップ、あ、松兄さんライブシェアありがとうございます。で相手が何来るか、ガンプ、オッケーオッケー、これは問題なくて。で、スケショかな。で、突破すれば多分相手が裏メタモンだとしても、結局スケショやから部はこっちにあると思うんで、自信、これは半分いかないんだよ。で、OK、よかったです。
で、これであとはもう殴り合いましょう。で、こっちは炎手足切っちゃえば、さすがにスケショ1回ぐらいは耐えてくれると思うんだよね。で、相手は別にイカサマダイスないから。で、ここで多分、メタモン来なかったら多分メタモンいないと思っている。さあ、ドラッパでと、素早さ負けちゃってるのはちょっとまずい、ね。けど、とはいえ、とはいえなんで、炎手足切るかな。炎手足切る？炎手足切るか。炎手足切るデメリットは、相手の裏が、いや、ここ倒しきった方がいいな。待てよ、こいつ壁っぽいんだよな。いや、強気に行こう。で、これで、どれくらい入る？けど、飛ぶよな。だよね、さすがに。ああ、ビビった。まあ、とりあえずこのターンはそれ やってくれるの。オッケーオッケー。ビビった。あぶねえ。あぶねえ。で、こっからです。こっから、相手の、バドレックスが何をしてくるのか。いやー、どうしよう。けど炎技警戒でさすがに照らしたら切ってくるよな相手。防御が今1段階下がってるでしょ。ってなれば、いや、どうしよう。身代わりで時間稼ぐ。トリックルームなら時間稼ぎたいもん。けど相手が次トリックルームしてきたら結局だから、時間稼ぐ意味がないもん。そんなに。で、なれば投げるのが安牌だな。で、多分ね、今このご時世は電気クラスが一番多いような気がするんですけどね。さあ、どうだ。あ、炎を通す。おー、珍しい。珍しい。まあ、けど一応、やけど対策か。これで、まあ、全然入らないでしょう。で、何来る？あ、トリックルームで、相手が、この音やば合うか？トリックルーム、研埋する余裕は多分、こいつのパーティーにはない。このパーティーというか技構成的にないと思うから。多分、炎テラバがもしあるのであれば、炎テラバ、ブリザードダンス、もしくはツララバリーってなれば多分、炎タイプに対して打点なくなるから10万馬力とかがあると思うんだよな。どうだろう。なので、ここで、炎をテラスして、身代わりします。すげえ時間稼ぎ。ここで10万倍来たら涙目です。ぶっちゃけもうこのテラスタイルの時点でもうこ、あ、オッケーオッケー。あ、今いい感じだね、これ。たぶん、身代わり分だけ。あ、いや、あ、待って。あ、身代わりできないか、もしかして。あー、できないですね。相手はちゃんと5回当ててきた。まずい。非常にまずい。あ、まずいな。これはちょっと負けたんちゃうか。これは、これはもうほぼ詰みのような気がしてきた。
局次相手つららが飛んでくる。つらら飛んでくる。あ、負けですね。これだけ入られたらもう無理だもん。いやー、マジか。いやー。いやー、最後だ。順番の問題だったね。結局、あ、今日挑発あってもか。挑発あっても、結局相手のバトデックス、炎を手出されたら、こっちの打点がスケショしかなくなるのか。まあ、呪われボディのやつ引いちゃったとはいえ、多分、3回4回とか結局当ててるってことは、呪われボディ引いても仕方なかったから、これはまあ、運負けではない。シンプルに折れませんよ。いやー、まあ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 。いやー、最後勝ちたかったな。いや、待って、順位下がったんじゃない？これで。さっきまでちょっと高かったのに。さあ、これで何位になった？これで1万までは行ってないと思うけど、さすがに。あ、6000、まあまあポンコツだな。まあとりあえず今日はこれで終わりたいと思います。はい、で明日もね、おそらく7時ぐらいから配信すると思うので、よかったら来てください。お待ちしております。それではバイバーイ。今日はありがとうございました。